ち着こうよ、クロノちゃん。モカにはこの乙女心がわかんないの？ズタボロにしてやるんだから。え、そうなの？つくねだったの？だったらいいわ。で、どうだった？体が熱くなってこない？待って、つくねじゃないみたい。でも、ごめんって言ったじゃない。多分ね、反射的に謝っただけだと思う。私もそうだからわかるの。そんなこと。そうね、つくねはそういう性格だわ。実はクロムちゃんが作ったクッキーが誰かに勝手に食べられちゃったの。せっかくつくねに食べてもらおうと思ってたのに。元気出してよ、クロムちゃん。せっかくつくねに食べてもらおうと思ってたのに。え？つくね。ずいぶん舌が滑らかなんだけど。嬉しい。絶対におかしい。大丈夫？足取りが危ないんだけど。鼻血出てるよ。だけど、うん、だって私が悪いんだもん。媚薬をね、ごめん、ちょっと入れすぎたみたい。ごめん。だって
役でも使わなきゃ。モカに勝てる気がしないから。なんて言えないよ。残ってる。そうだよ。だって普段のつくねなら絶対そんなこと言わないもん。とにかく媚薬が抜けるまでおとなしくしていた方がいいよ。私、先生呼んでくるからね。自分でも変だと思うけど、しょうがないの。なんだかドキドキしちゃって。4種類のおかずに割り当てられたボタンを正しく押すと食べられるでちゅ。大好きな女の子の手作り弁当を食べられるなんて羨ましいでちゅ。残さず全部食べるでちよ。ありがとう、すごく嬉しい。そうだ、デザートも用意してたのよ。仕上がれ。あー、そんなにがっつかないね。今回は反省した。ごめんね、つくね。
ぱりあの媚薬、市販のじゃダメね。効果もいまいちだし、あれじゃアルコールと変わらない。やっぱり自分で作ろう。コウモリの羽とお風呂の残り湯で。そうしよう。セーブするブロック、上書きセーブ中でちゅー、電源を切ったりしちゃダメでちゅー、セーブがセーブするロードするブロック、このロード中でちゅー、電源を切ったりしちゃダメでちゅー、ロードが終わったでちゅー。